はい、どうもハイパーメディアクリエイターズダゾーです。マスゾーです。今回はですね、はい、以前予告編を出した通りですね、はい、どっちが先にアップロードされてるかわかんないですが、はい、今回はこのオッポリノですね。オッポリノ、はい、新鮮で買ってきました。はい、オッポストアで、オッポストアで、オッポストアで非常に綺麗なお店で、うん、素晴らしい店員さんに囲まれ、素晴らしい店員さんに囲まれ、はい、ぜひね、はい、あの旅行の動画が出たら見ていただきたいと思うんですが、まあいつになるかわからないけども、はい、はい、というわけで今日はですね、オッポリノの何つうかな、ファーストインプレッションっていうかそういうものを撮っていけたらなと思っております。なるほどですね。はい。というわけでね、僕今使ってるスマホ、オッポの前回のですね、ハイエンドスマホ、ファインド X が手元にありまして、で、今回オッポリノは3機種出るんですね。オッポリノだけで3機種。オッポリノ。これがオッポリノ。これがいわゆるノーマルなやつ。はい。で、オッポリノ10倍ズーム版。オッポリノ10倍。いや、カメラが10倍ズームできるってやつなんですけど、はい。プラス、オッポ 5G 版っていうのが、今、中国では 5G。第5世代通信。そうそうそう。が開発されてて、それに適応したモデルが出る。はい、というわけで、で発売スケジュール的にはこれが一番最初、うん、で5月の10日に10倍ズーム版、うん、で多分その先に 5G 版が出るのかな。あで、まあ、今回僕ら深圳にいたのがゴールデンウィークだったんで、はい、まあ、買えたのがこいつノーマル版、うん、ということで買ってきました。お値段が約、これがメモリ 6GB の、容量が 256GB のモデルで、うん、3299元、53,000円くらい、53,000円くらいで買うことができました。で、なんで多分スペック的には、ハイエンドではないです、これは、うん、で、10倍ズームとかは確かスペックがもっと上のモデルになって出てくるはずで、値段が多分7万とか8万とか手でなって出てくると。なるほどです。ということで安いんです、これは。ファインド X はないの？ファインド X はね、これ多分10万超えてたような気がする。あ、そうなんだ。10万超えてなかったかな、10万ギリ下回ってたぐらい。こうやつはもともとお安いモデル、お安いモデルだと思う。うん、そう。で、ちょっと今からね、中身をこと細やかに喋っていくんで。というわけでですね、オッポの、あの公式サイトを開くとですね、こいつの、やっぱ一番の売りとしてはカメラらしくて、うん、で、これちょっとカメラの写真とか後でお見せするんですけれども、うん、非常に綺麗です。カメラのセンサーはソニーの IMX586 っていう新しいセンサーになっていると。はい、ことなんですね。4800万、そう、4800万画素が撮れるんですよ。うん、最近スマホ業界は4800万画素、なんかスタンダードも、そう、スタンダードになってますね。次が、画面占有率 93.1% ということで、 93.1%、 うん、 Oppo Find X より広がってんのがちょっと比較のすぎます。ポンポンと、どっちがどっちだか分かんないんで、うん、で、画面の大きさが 6.4インチ、はい、10倍ズーム版は確か 6.6 インチになってるはず。なんで結構でかい、なんなら今持ってるファインド X と大差ないくらいの大きさはしてる。あとはですね、やっぱ OPPO 独特というか、 OPPO ファインド X から出てきた機能として、やっぱりこのポップアップカメラですね。ポップアップちゃんとニルって出てくるんですよね。うん、可愛く。なんで多分この画面占有率を保っていられるというか、はあはあ、インカメの部分がないからね。これ僕非常に大好きなんですよ、そのインカメがなくて画面が全部真っさらなのが。斜めに出てくるのかっこいいね。斜めなのいいよね。オッポファインド X はニューって縦に出てきてたけど、ビボとかもこう、そう、カメラの部分が、一部分がニューって、ね、はい、ネクスト。画面内に指紋認証機能がつくようになりました。これ僕非常に求めてた機能で、ファインド X は顔認証だったんですけど、うん、僕ら日本人マスクつけるじゃないですか、やっぱりどうしても寒い時期には。そういう機会が多いよね。多い、非常に多くて、やっぱりマスクってどう頑張っても顔認証の邪魔になると。こう外してこう撮る分にはいけてた。そうそう、外しちゃえばいけたりとか、ちょっと鼻の下くらいまでのマスクとかだったらいけたんだけれど、なんかいちいちそれやるのもめんどくさいし、顔認証失敗するとなんかまた顔認証のボタンを押さないといけなかったりとか、パスコード入れなかったりしないといけない。ファインド X に関しては、うん、あの指紋認証がないの、背面にも指紋がないんだ。そう、指紋が全く使えないんですよ。はいはい。なんで、まあ、指紋が裏にあるのは割といっぱいあるじゃないですか、スマホで、うん、なんですけど、この画面内にあるっていうのはもうハイテク感満載ですよねっていうので、もうこれは一目惚れに近い。うーん、開けられると。なるほど。というので、もう僕にとっては非常に魅力的なスマホになっているということですね。で、前回 OPPO Find X 充電がめちゃくちゃ早かったじゃないですか、うん、で、これも同じように OPPO の作った規格の VOOC チャージ、めっちゃ早い充電のやつに対応していると。僕昨日充電してるんですけど、あの 30% からぶっ刺して気づいたら 90% になる、気づいたら 90% になるくらい早い、めちゃくちゃ早いです。1時間足らず1時間足らずだと思う。多分30分かかってるかかってないかくらいだと思う。
本当に早い、ね、うん、めちゃくちゃ早い。で肝心の中身なんですけど、はい、スナップドラゴン710、スナドラ710、知ってるかどうかわかんないけれど、Mi8SE と同じ。あー Mi8SE ね。なんで廉価版と思ってくれていいかもしれない。あー、このただのリノ、あ、そうそう、自身は廉価版レベル。あー、そうなんだ。で10倍ズームになると確かスナドラ855になるはず。あー、そう、実際にねベンチマークを測ってね見てみたいと思います。はい、じゃあ見ましょう。ということで結果がですね、はい、大体16万前後、はい、ということで、まあそうですね、スナドラてか僕今まで、ね、あのスマホ使っててなんか困ったことがないからこの点数でどう支障が出るのか分かんないですけど、うん、僕が今やってるあのプリコネってゲームでは、うん、あのカクつきがちょっと起きたりする。結構エフェクトがかかると。そうそう、あのいっぱいキャラクターが出てきてワイワイやってると、うん、なんかちょっと処理が重くなったりとかっていうのはあった。まあそれがいわゆるハイエンドとの差っていう感じなのかなっていう感じですね。というわけで前回のねファインド X とのカメラの差についてちょっとじっくり見ていきたいなと思います。はい、じゃあ1枚目ですね。はい、これはまあマカオのホテルの写真で撮ったんですけど、うん、両方ともあの同じ設定で撮りました。あの普通いろんなモードとかあるんですけど、もう普通にカメラを起動して写真ポチッしただけの写真ですね。なるほど、あれだね、あのリノの方がシャープネスが、そうね、ズームしてみると分かるんですけど全然違うっていう、このね網状の建物とか、そう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 、あとはフレアの出方がもう一目瞭然だね、うん、なんかこっちはねハリウッドエフェクトみたいな感じになっちゃうけど、ここちゃんと出てちょっとだけフレアは出てるけど、なんかねレンズらしいフレアが出ちゃってるけど、うん、オールドレンズとかに出やすいやつね。でも、うん、まあ総評的にこっちの方が圧倒的。はい、で次の写真ですね。これはOPPO Find X の方は、AI の力で勝手に夜モードになるんですね。なんでもうどうしようもすることはできないですけど、右の OPPO Reno は、こっちで夜モードっていうのを指定してあげたものですね。でこの OPPO Reno の夜モードっていうのが、うん、シャッターを押してから5秒4秒くらい手を動かさないでくださいっていう指示が出るんですよ。で手を動かさずにいると長秒露出、あ、そうね、長秒露出で撮ったような写真が手軽に撮れてしまうと。これすごいよね。で僕この写真は割と送ったんですよ、あの友達と家族に。そしたらだいたい一眼レフで撮ったんじゃねみたいな感じの答えが返ってきて、いやこれスマホだよっていうのでドッってなると。はい、じゃあ続いて見てほしいのが、4800万画素のやつなんですが、はい、拡大してみても結構寄ってる割には綺麗に写ってるのかなと。そうだね、寄った時のディティールがかなり保たれてるんじゃないかって思いますね。はい、まあ、スマホで見る分にはね4800万画素もいらないから、うん、1200万もあれば十分だしね。そう、印刷した人とかもしかしているかもしれないから、スマホで撮った写真をそういう方にぜひ使ってもらいたい機能なのかなと思います。続いてはですね、この縦で撮った写真なんですが、はい、マカオの住宅街の中ですね。そうだったね。これ見てまあ一目思うのは、外のね太陽からの光によるフレアが全くないと。そうだね、なんかこっちはもう工房、工房ではない、なんかね、もやがかかってるみたいね。もやがねかかっちゃってるけど、うん、リノは全然かかってないね。続いてですね、ちょっと動画を見ていただきたいんですが、はい、インカメ動画撮ってます。マカオのセイポールなんちゃらかんちゃらで、はい、すごい人ですね、上とかこんな感じのところ、はいはいはい、もう人混みがこんな感じにたくさん。というわけで、はい、インカメの真昼の映像を見ていただきましたが、一目は見てわかるのは綺麗だね、右の方が、右じゃない、ね、リノの方が、はい、綺麗だね、リノの方が綺麗ですね。もうさっきの写真も見た時と同じようにやっぱりモヤがかかったような感じなのが、うん、ファインド X にはあるのかなという感じですね。それがだいぶ解消されたような、はい、次見ていただくのがアウトカメラの映像ですね。というわけで、はい、はい、見ていただきましょう。はい、動画アウトカメラの比較です。4K30p で収録してます。人混み映るとこんな感じ、画像くんが映るとこんな感じ。
はい、というわけでアウトカメラの映像を見ていただきましたが、どうでしたでしょうか。あの露出、露出ね、あれはびっくりしたね。うん、あのファインデックスの方は若干チカ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 してたしてたけど、リノの方はまあ若干はするけれどもそんなに多くはなく、ちゃんと適正な露出を探して撮ってくれてるというか、なだらかな、なだらかな、ね、形で、はい、オートに撮ってくれてると思います、うん。はい、では次見ていただくのが夜に撮ったアウトカメラの映像ですね。というわけで見ていきましょう。はい、今アウトカメラで撮ってます。画像くんを撮ってます。外の景色はこんな感じ。夜の動画はどうかな。パッと見た感じそこそこ綺麗な感じするけど、あとちょっと普通に歩きます。手ぶれ補正がどのくらい効くか。今両手持ちで撮ってます。はい、というわけで今見ていただいたのが、アウトカメラの映像ですが、夜バージョン、はい、リノの方が、割と現実に近い色、うん、うん、現実に近い色だったよね。そうだね、うん、このシーンで限った話かもしれないけど、ちょっとあったかめに、うん、そうだね、ファインド X は、うん、とあと露出、このもうちらつきがファインド X は多かったし、うん。じゃあ続いて、インカメの映像。はい、今インカメで撮ってます。できるだけ手を伸ばして撮影してます。どんな感じでしょうか。背景がこんな感じでね。インカメは 1080p でしか撮れないですね。 4k は撮れないっぽいです。ちょっと正面に持ちながら歩いてみます。綺麗かな。音の感じとかどうだろう。真後ろにあるのがベネちゃんの命。ちなみに2人で映ろうとするとこんな感じ、真横に並んでこんな感じなんで、まあ、割と手伸ばせばみんな入るかなっていう感じかな。はい、はい、というわけで今見ていただいたのがインカメの映像なんですが、はい、やっぱりファインデックスの方はフレアというかモヤがやっぱかかっちゃう。そうですね、モヤモヤっとファインド X は、ね、リノに関しては綺麗。多分ね、自撮り棒とかつければ多分すごい綺麗に撮れるカメラなんだと思う。 あとね、あのジンバルとかね。そうだね、うん、だから想像以上に綺麗だとは思った。もっとスマホのインカメって綺麗、いや汚いかと思ったけど、てな感じですかね。てな感じですかね。はい、はいはい、というわけでですね、まあカメラが魅力的なスマホということでカメラ成分多めに見ていただきましたが、はい、まあ、やっぱりね、僕としてはあのスペック云々は僕割と気にしないタイプなんですよ、はい、まあ高ければ高いに越したことはないけれど、それで、ね、値段が下がるんだったら別にいいかなとも思う人間なので、うん、でやっぱ一番僕がかっこいい、いいなと思ったらやっぱこのニョキカメラですよ。ファインド X と同じように、はい、あ、ちなみにこれね、ライトもね、ここですね、ここに、あ、ライトもここに入ってる。へえ。ということで僕はこのニュインって出てくるのと画面指紋認証、ここに惚れてしまったと。あ、で購入に至ったわけですね。で、んでもってカメラの性能が非常に良かったと、うん、僕的にはもう値段も別にそんな5万円とね、今時のスマホにしては別にそんなに高くないと。あ、性能的には多分動かせないゲームももちろんあるかとは思うんですが、やらない人だったら十分に使えるスペックだなと。やりたい人はもう一個上 の上位版が出てから買えば全然いいと思いますし、そうだね、OPPO リの10倍ズーム版に関しては、うん、確か日本で発売が発表されていたはずなので、ぜひね、日本で発売された際には皆さんぜひ手に取っていただいて触っていただけると非常にいいんじゃないのかなと。ただ僕はこの OPPO スワに行って、うん、OPPO の新作が買えたことだけがもう非常に満足であると、はい、いう感じですね。以上で、以上 OPPO リナのレビューを終わります。次のスマホはなんじゃろな、なんじゃろな